カルセドニー、俺の、いや、俺たちの勝ちだ。俺たちの勝ちか。そうか、お前のソーマには思いを共にした仲間の力も宿っているのだな。いいだろう、私の負けだ。約束通りスピルーンは返そう。さあ持っていけ。てめえ何しやがる。よくやったバイロクス。あくまで自らの決めた道を歩むというのか、カルセドニー。父上、なぜここに。私はその娘を確保せよと命じたはずだぞ。カル様、申し訳ありません。私が報告しました。バイロクス。はあ？何それ、聞いてないよ。カル様のためです。この者たちを何としても捕らえねば。パライバ皇帝陛下に対してカル様の身の潔白が示せません。いや、それは違うぞ、バイロクス。そんなものは軍が我ら教会を攻撃するための口実に過ぎん。軍を倒してしまえばどうにでもなる。それよりも重要なのはその娘の確保だ。アイオラの娘に宿るリチアの力こそ余が十数年探し続けてきたものなのだからな。アイオラ、あなたはお母さんとリチアを知ってるの？うん、アイオラやゼクスとは古い知り合いでな。じいちゃんだけじゃなく琥珀のお母さんとも。でも軍が総末会並みの力を持つゼロム憑依兵を実戦投入してることはまだご存じないみたいね。なんだと。申し上げます、帝国軍主力と思われる部隊が城門付近に展開中。その数およそ10万。帝国軍の主力部隊？本当に戦争が始まっちゃうよ。グロシュラメ、ならばなおさらリチアの力を手に入れねばな。カルセドニ、何の真似だ。バイロクス、スピルーンをメテオライトたちに返すんだ。しかしカル様。頼む、返してやってくれ。これは僕のけじめなんだ。知らぬ者のざれ言。軍の攻撃が始まったのか。教授様、至急騎士団にご指示を。この席は追ってもらうぞ、カルセドニー。ここから先は教会と軍の問題だ。お前たちはすぐにプランスールから脱出しろ。部下が卑怯な真似をしてすまなかった。その少女、琥珀の回復を祈る。奴の意見に同意する。速やかにこの町から脱出すべきだ。イネス、今教会と軍がぶつかったらどうなるかな。物量差で軍の圧勝ね。仕掛けたからには結晶騎士と同数以上のゼロム憑依兵を揃えていると考えるべきだもの。でも憑依兵を使ってもこの町の城門は簡単には突破できないはず。籠城しつつ和平交渉の道を探るしか教会の生き残る道はないと思うわ。おい待てよ、キャラバンの家族を襲った連中に教会の奴がいたの。ああ、
裏切り者で城門を開けたりしたら市内が戦場になる。そんなのダメだよ。この戦争を止めたい。俺たちも門へ向かおう。